廃棄された実験室か。部屋の中を見るにかなり古いもののようだな。あら、こんなとこで会うなんて偶然ね。ひどいわ、デートすっぽかして。私待ってたのよ、会いたかったわ、ちゃん。ハボック、知り合いか？知り合いどころか恋人よ。情報収集のために会ってたけど、あなた口が固くて役に立たなかったわ。恋人ができたとは聞いていたが。なるほど、騙されるわけだ。お前、ボイン好きだろ？ソラリスと言ったか。マースフューズを知っているか。頭の回るいい男だったのね。この手でとどめを刺せなかったのが残念だった。知っていることを洗いざらい吐け。さすが、イシュバールの英雄は容赦ないわね。でも無理ね。あなたたちでは私を倒すことはできない。あら、よく調べたわね、ジャン。ここまでたどり着いたご褒美に見せてあげるわ。見えるかしら？これが伝説上の代物と言われる十方増幅器の賢者の石よ。この石を核に作られた人間、それが私たち、オムンクルス。あなたたちと変わらない外見に五感、感情も生みの親への愛情もある立派な人間。重大な秘密を話したということは、我々を生かして返す気がないということ。そして、その重大機密であるホムンクルスがここにいるということは、奥に何か重要なものがあるということだ。その奥に何があるのか、見せてもらうぞ。人間は愚かで悲しい生き物。なんだと！この程度で手こずっているようではまだまだ。行くぞ。人間は愚かで悲しい生き物。なんだと。やるわね。仕方がない、倒させてもらおう。あれはね、どうしてくれよ。遅い。この程度で手こずっているようではまだまだ。愚かで悲しい生き物。ほら、なんだと。まずいな。人間は愚かで悲しい生き物。仕方がない、倒させてもらおう。
ダメだ。任せたまえ。行くぞ。人間は愚かで悲しい生き物だ。何だと。この程度で手こずっているようではまだまだ。任せん。ものですか。何だと。兵は拙速を立っ飛ぶ。何させるものですか。遅い。まったくキリがないな、ホムンクルスってやつは。あらあら、ハッカフが濡れちゃったらお得意の炎も出せないわね。こういう時は一時退却だ。ハボック、部屋を出るぞ。この程度で手こずっているようではまだまだ。どうしてくれよ。なんだと。兵は拙速を立っ飛ぶ。兵は拙速を立っ飛ぶ。なめるな。あるわね。どうしてくれよ。なんだと。落ち着け、ハボック。たかが水ごときで私も舐められたものだ。大量の水があるなら大量の水素もあるということ。つまり可燃性ガスを錬成し放題。加えてこの部屋は密閉空間。ハッカフは濡れて使い物にならない。お前ライター持ってるか。行くぞ。この匂い間違いないな。焼死体の匂いは何度も嗅いだ。ああハボック、あの再生能力は侮れん。気をつける。ハボック、ハボック、しっかりしろ。ダメね、その傷じゃジャンはもう助からないわ。いや、無駄よ。まだまだ私は死なない。助ける方法ならここにある。うわー、
治療に使わせてもらう。医療分野の錬金術は専門外だが、この石の力で底上げすれば。レディーの胸元にいきなり手を突っ込むなんて紳士のすることかしら。言ったはずよ、賢者の石が核だと。ごめんなさいね、あなたは大事な人柱候補だけど、ここで死ぬのよ。念のために自慢の八花譜も破かせてもらう。貴様、さて丘のネズミも始末しなきゃね。目の前で部下が冷たくなっていくのを見ながら、あなたも行きなさい。ハボック少尉、返事をしろ。くそ、どいつもこいつも私より先に。貴様、私より先に死ぬことは許さんぞ。ハボック、本当に愚かで弱い悲しい生き物ね、人間は。さあ、あなたも大佐のところに行きなさい。すぐに諦めずに逃げるんだ。困った子ね、残念だわ。扉を開けたあなたは人柱確定なのに、ここで殺さないといけないなんて。アルフォース君、私を置いて逃げなさい。嫌だ、嫌なんだよ。自分の非力のせいで人が死ぬなんて、もうたくさんだ。誰も殺させない、守ってみせる。よく言った、アルフォンス・エルリック。自分で焼いて塞いだ。二三度気絶しかけたがな、今度はこちらの番だ。ホムンクルス、注意、アルフォンス、援護を頼む。命令を。
が愚かで悲しい生き物。僕の番だね。この程度で手こずっているようではまだまだ。命令を。それは、ね、人間は愚かで悲しい生き物だ。僕の番だね。兵は拙速を立っ飛ぶ。アルワン、命令を。仕留めはね。人間は愚かで悲しい生き物。遅い。僕の番だね。ほら、行くよ。仕留めはね。仕留めは。行く。死んじゃったじゃない。この程度で手こずっているようではまだまだ。文句は言わせん。ついてこい。なるわね。命令を。悪い。どうしてくれよ。ほら、僕の番だね。任務続行します。兵は拙速を立っ飛ぶ。なさい。命令を。人間は愚かで悲しい生き物。僕の番だね。仕方がない。倒させてもらおう。命令を。仕留めはね。人間は愚かで悲しい生き物。僕の番だね。やるわね。仕方がない。倒させてもらおう。タイミングはいいですね。行くぞ。アルワン。あらら、ひどいわ。いかがかしら。遅い。僕の番だね。Thank you.
この程度で手こずっているようではまだまだ。行くぞ。命令を。恐るわね。どうしてくれよ。ほらほら、僕の番だね。あるわね。この程度で手こずっているようではまだまだ。あるわね。よし、この調子で行こう。貴様はこう言ったな。まだまだ死なないと。ならば死ぬまで殺すだけだ。あいつ、負けた。悔しいけど、あなたみたいな男にやられるのも悪くない。迷いのないまっすぐな目、楽しみね。その目が苦悩に歪む日はすぐそこ。無事だったか、注意。アルフォンス、私の部下を守ってくれて礼を言う。大佐、ご自分の心配をなさってください。早く医者を。そうだ、向こうの部屋でハボックが倒れている。早く医者を呼んでやってくれ。頼む。正体のわからない敵を相手にバリーを使ったおとり作戦を決行したマスタング大佐。危ない場面はあったものの、おびき出すことに成功したその敵はホムンクルスたちだった。軍の施設第三研究所の地下で繰り広げられる死闘。マスタング大佐とハボック少尉は重傷を負ってしまう。しかし自らの腹を焼くという荒療治で苦境を乗り切ったマスタング大佐は炎でホムンクルスラストを倒すのだった。一方その頃、エドワード・エルリックはアームストロング少佐に連れられ故郷のリゼンブールを訪れていた。Thank you.
Thank you.